スザナの物語。経天外聖書。紫年男役。バビロンに、ヨアキムという人が住んでいた。そして、この人は、スザナという妻をもらってたが、これはケルキアスの娘で、大変美人であり、神を恐れる婦人であった。この女の両親も正しい人で、モーゼの立法に従って娘を教育した。さて、ヨアキムは、金持ちで、偉い人だったが、家に接する美しい庭園を持っていた。そして、 この人は他の誰よりも尊敬されていたので、ユダヤ人たちがしげしげと出入りした。その年に、人々の中から、2人の長老が裁き人に任じられたが、これは主が告げたもうたように、茶クは、バビロンの老いたる裁き人から来るという類の人で、人々を支配しているようであった。この2人は、大抵ヨアキムの家にいて、法律の訴えをする者は皆ここへ来た。さて、人々が正午に立ち去ってしまうと、スザナは家の庭園へ散歩に行った。 そして、二人の長老は、毎日、彼女が散歩に入ってくる姿を見て、情欲を燃え立たせていた。そして、邪心を起こしたので、目を背けて、天を仰ぎ見ないようにし、正しい裁きを思い出さないようにした。そして、二人とも、彼女への恋に傷ついていたけれど、それでも、相手に、自分の悲しみを見せようとはしなかった。というのは、彼女を、自分のものにしたいという欲情を公言するのを恥じていたからである。それでも、彼らは、 毎日怠らずに彼女を見ようと注意していたそして、一人が相手に言った。さあ、中時期の時間だから、帰ろう時やないか。そこで、二人は、外に出て、別々に別れたが、また引き返して、同じ場所で出会ってしまった。そして、お互いにどうしたわけかと聞いてから、二人は、自分たちの浴場を認めた。そこで、女が一人でいる機会が見つかってたら、一緒に行動しようと約束した。そして 二人が折りあらばと狙っているとき、彼女はいつもの通り、二人の女中だけを連れて入っていって、暑いので、庭で体を洗いたくなった。そして、姿を隠して彼女を見張っていた二人の長老以外には、そこには誰もいなかった。そこで、彼女は女中たちに言った。私に、油と赤すりを持ってきておくれ。そして、体を洗うから、庭の戸をみんな閉めておくれ。そして、女中は、言われた通りにして、庭の戸を閉め、自分たちは、 隠し戸からら出て、言いつけられたた。品物を取りに行っただが、女中たちは、隠れていた長老の姿には気がつかなかった。さて、女中が行ってしまうと、二人の長老は、立ち上がって、彼女のそばへ駆け寄って、行った。見よ、庭の戸は閉じられて、誰も見るものはない。そして、我々はお前を恋している。それゆえに、おとなしく我々の言うことを聞いて、一緒に寝るのだ。もし、お前が嫌だと言えば、我々は、 若い男が、お前と一緒にいたので、そのために、お前は女中たちを遠ざけたのだと、言って、お前を陥れる証言をするぞ。その時スジャナは探索して、言った。私は八方塞がりです。たって、もし、私がおっしゃる通りにすれば、死ぬよりつらいことです。と言って、もし嫌だと言えば、あなた方の手を逃れられません。私は、主の見たまうところで罪を犯すよりは、そんなことはお断りして。 あなた方の手中に落ちる方がましです。そう言うと、スザナは大声で叫んだ。そして、二人の長老は、彼女を責めて怒鳴り出した。その時一人が、走って行って庭の戸を開けた。そこで、家のメシスカイたちが、庭の叫び声を聞いて、隠し戸から駆け込んで、彼女に、何事かあったのかと見に来た。しかし、長老たちが、そのことを宣言すると、メシスカイたちは、今まで、スザナのそんな噂を聞いたことがなかったので、 大いに恥じた。そして、次の日になって、人々が彼女の夫・ヨアキムのところへたかつたとき、二人の長老も、スザナを死刑にしてやろうというので、有害な空想をたくましくしながらやってきた。そして、人々の前で行った。ケルキアスの娘、ヨアキムの妻、スザナを呼びにやれそこで、人々は呼びに行った。さて、スザナは、大変たおやかな、見る目にも、美しい婦人であった。そして、この悪者どもは、 スザナがベールをつけていたので、彼女の美しさをつくづく楽しむために顔を出して見せろと命じた。それゆえに、彼女の友達や彼女を見た人はすべて泣いた。その時二人の長老は人々の真ん中に立ち上り、彼女の頭上に手を置いた。そして、彼女は泣きながら天の方を見上げた。心に主を信じていたからである。長老たちは言った。我々が二人きりで庭を歩いていると、この婦人が。 二人の女中と一緒に入ってきて、庭の戸を閉め、女中たちを使いに出した。すると、そこに隠れていた若い男が、彼女のところへ来て、一緒に横になった。その時、庭の隅にいた我々は、この邪悪なありさまを見て、二人のそばへ駆け寄った。そして、二人が一緒にいるのを見つけたが、男は我々より強かったので、捕えかねているうちに、戸を開けて、飛び出していった。だが、我々は、この女を捕まえたので、 あの若い男は誰だと聞いたが、女は話そうとしなかった。このことは我々が近いつで証言する。すると、回収は、二人が、人々の長老であり裁き手であるので、それを信じた。そこで、長老は、彼女に死の宣告をした。その時、スチナは大声で叫んで、言った。王永遠の神よ、あなた様は秘密をご存知ですし、あらゆることを事の起こる前から、ご存知でいらっしゃいます。あなた様は、 この2人が私を陥れる偽りの証言をしたことをご存知でいらっしゃいます。そして、ミよ、私は死ななければなりません。それでも、私は、この人たちが私を陥れるために悪意で作り上げたようなことをした覚えはございません。そして、主は、彼女の声を聞きたもうた。それゆえに、彼女が死刑にされようとして引き立てられたとき、主はダニエルという名の年少の若者の聖なる魂をかき立てた。若者は大声で叫んだ。 私は、この女の女血を避けるぞ。その時すべての人々は彼の方に振り向いて言ったお前が口に出したその言葉はどういう意味だそこで彼は人々の真ん中に立つて言ったイスラエルの子たちよ君らは真実を調べもせず知ろうともせずにイスラエルの娘に罪の宣告をするほどそれほど愚か者なのかもう一度裁きの場所へ帰れあの二人は 彼女を陥ちし入れる偽りの証言をしたのだ。ここにおいて、すべての人々は、大急ぎでまた戻っていった。長老たちはダニエルに言った。さあ、我々の中に座って、はっきり見せてくれ。神は、お前に、長老の名誉を与えてくだすつたようだな。そのとき、ダニエルは人々に言った。この二人を、一人ずつ遠く話してくれ。そうすれば、私が二人を調べよう。そこで、二人が別々に引き離されると、 ダニエルは一人を呼んで、彼に言った。おう、邪悪に年を至る者よ、今や、お前の、すでに犯した罪が明るみに出た。それは、主が、汚れなき者正しき者は殺すべからずと言われたにもかかわらず、お前は、偽りの裁きを言い渡し、罪なき者を罪にし、罪人を許してやったからだ。さあ、それでは、もし、お前がこの女を見たというなら、男と一緒にいるのを見たのは、どの木の下であったか、言ってみろ。 長老は答えた。マスチックの木、ウルシカの象徴緑樹の下で。そしてダニエルは言った。よろしい。お前は、自分の首をなくすような嘘をついたな。というのは、もう、今でも、神の使者は、お前を二つに切れという神の宣告を受け取っているのだぞ。そこで、ダニエルは、その長老を退場させて、もう一人の男を連れてくるように命じて、その男に言った。王ユダヤの気を受けぬ、カナン人の子孫よ。 緑職がお前を欺き、欲情がお前の心を堕落させた。こうして、お前は、イスラエルの娘たちと関係し、彼女らは、恐怖のためにお前に従ったのだな。だが、ユダヤの娘は、お前の邪悪を我慢しようとはしなかった。さて、それゆえに言ってみろ、どの木の下で、二人が一緒にいるところをお前は見たのかこの男は答えた。柏の木の下で。その時、ダニエルは男に言った。よし。 お前も、自分の首ををなくすような嘘をついた。というのは神の使者がお前を殺すためにお前を二つに切ろうとして剣を持って待っているぞ。それと一緒に改修一同は大声で叫んで信ずる者を救い多盲心を褒めたたえた。そして人々は二人の長老は有罪だと言って起立したダニエルが二人の口にした偽証を告発したからである。そしてモーゼの立法に従って人々は二人が悪意を って隣人を図ろうとしていた通りの目に合わせることにして、二人を死刑にした。こうして罪な記者の血が同じ日に救われた。それゆえに、ケルキアスとその妻は、夫のヨアキムや親類すべてとともどもに、娘スサナのために神を褒めたたえた。娘に、少しも不正がなかったからである。その日から、以後、ダニエルは、世間の評判が高くなった。